คสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับ Hidden Dialogue ของตัวกิจกรรมสายลมวสันผีบานนะซึ่งเรามาคุยกันก่อนว่าในเคสที่ผมไล่เช็คนะครับมันจะมีอยู่เป็นโซนของหลีเย่แต่ NPC Playable เนี่ยครับจะมีประมาณ7อันซึ่งผมรวมอันที่มันมี Dialogue เปลี่ยนของ NPC ปกติไปด้วยนะครับจะมีอยู่3คนก็จะเป็นอันนี้เป็นฟาตุยคุณอู๋แล้วก็นี่นะครับเสมียนเฉานะถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดซึ่งอันที่เป็นของ Playable แล้วสำคัญเนี่ยจะมีของ CL อยู่ข้างนอกนะครับแนะนำมากๆว่าให้ไปหานะอย่างไรตามคลิปนี้หลังจากนี้นะครับผมจะใส่ให้เป็นแบบไม่มีคอมเมนทารี่นะครับหรือก็คือไม่ได้ภาคอะไรนะก็สุขสันต์ Lantern Light นะครับโชคดีโชคดีรวยๆเฮงๆเปิดกาชาไม่หลุดเลทกันนะไปแล้วไอ้東西本当に最高だったわ。今夜は眠れないかも。それね。あの装置の発明者はヒルデソンスというフォンテーヌ人よ。彼はいつもマイナーなマシナリーをいじってるの。うちの新聞社にも何度か来て発明品を取り上げてほしいと言ってきたわ。彼が言ってたのは、あ、これね。この装置は機械動力のみで駆動しており、外部のエネルギーを一切必要としない。つまり、手動でゼンマイを回すってことね。この装置でどれだけ高く飛ばせるかは、操作者の人力で決まるってわけ。それをタコと結びつけるなんて、ほんと奇抜なナイスアイディアよね。陽徳さんの取材は順調に終わったわ。原稿ももうフォンテーヌに送ったわよ。これこそ、真実味と物語性を兼ね備えた特選取材ね。自分でも結構気に入ってるの。そうだ。この機械を作ってくれたみんなにも感謝しないと。特にあの喋り方が独特なカーンさんにね。君たちの人脈とアイディアのおかげで、私はこの予想外の手土産を得られたんだもの。他の国のお祭りを実際に体験するのって初めてなのよね。感想は？とてもワクワクして楽しかったわ。華やかな飾り付けが醸し出すお祭りの雰囲気、祭日がもたらす感動、重厚であり面々と綴られてきた詩的な伝統と文化。そういえば、国生さんが送ってくれたタコに自作の詩が添えてあったのよね。風立ちぬ中、四辺降りて、あつまやの欄干にもたる。幾重の夢の中、支援送りて、絶雲の峰でいずる抱負。清き右輪で敵か眺むること、今ここに願わん。この詩も私の怪盗祭特集記事に入れようと思うの。きっとみんな気に入ってくれるはずだわ。ええ、あなたたちも楽しいお祭りを過ごしてね。その様子、
また旧友のことを思い出しておるのか。物を見て個人を忍ぶ、これも仕方のないことだ。話すといい。話したら心も軽くなる。もしミヌがまだいたのなら、この平和な生成を共に眺めることができただろうと思ってな。あやつは手先が器用で、タコ作りなど造作もない。この時代にもし屋台でも開き、タコの商売をしていたら、きっと千客万来であっただろう。もしあやつが昔のように俗世に近づく機会に恵まれないのであれば、我らにタコを託せばいい。商いが終わったら、酒を持ってあやつと酔うまで飲むのだ。昨月、あやつはもうおらん。そうだな、もうおらぬ。あやつの分までもう少し眺めておこう。今でもドンロンスーが好きなのか。嘘だろ、ずっと覚えてたのか、パイモンが言ってたことを。もちろんだ。父がこのことに関心を持たないわけがないだろう。小さい頃、お前は私の肩に乗って十分劇を見に行くのが大好きだった。毎回帰り道に腹が減ったとか、焼き菓子が食べたいと騒いでいたな。屋台ごとに2つずつしか買っていなかったというのに、いつの間にか町中の屋台を全部回っていた。一回おごってくれたことがあっただろう、お前のお小遣いでな。覚えてるか。ああ、覚えてるぜ。あれが人生で食べた一番うまいドンロンスーだった。また食べに行こうぜ。その店ならまだあるし、道も覚えてる。今回も俺のおごりだ。いいのか？あ！タコが高く飛んでる。ヨーヨー、
ありがとう。好き。ヨーヨも楽しかったよ。今日だけじゃなくて、これからも一緒にたこ揚げしようね。いいの？うん。今度はお昼にあげよっか。お昼だったら絵柄もはっきり見えるよ。高く飛んでると山柄そっくりなんだ。うん。タコ、夜寝るとき抱きしめてもいい？もちろんいいよ。ゲセヌ、何か困ったことでもありましたか？相談に乗りますよ。黒は汚れにくいのに、この服を着て万民堂で働くのをシャンリンが認めてくれなかった。適切ではないと言ってな。適切ではないとは一体？状況と見た目が不釣り合いということかと。もし今日みたいに友人たちと解凍祭を楽しんだり、夜景を眺めたり、重要な宴に出席したりするときなら、とても適切だと思いますよ。つまり大事な人にしか着た姿を見せない、そういうことだろうか？そうとも取れますかね。ユーヘン、このたこ揚げ大会の優勝商品は他の者に譲るといい。シン君、どうか遠慮なさらないでください。あまたと会ったタコの中で、あなたが飛ばしたものは実に成功で、右に出るものはいませんでした。商品はシン君に受け取っていただくのがふさわしいでしょう。それにシン君の助けがなければ、今年の解凍祭がここまで円満になることもありませんでした。それではその言葉に甘えて受け取るとしよう。だが言うへん、一つ頼みたいことがある。どうぞ。なんなりと。この箱に入っておる小羅千賀を勤務中の千貫軍たちに配っておいてくれ。楽しい仮説を過ごせたのは、彼らが責務を果たして全力で守ってくれたおかげだからな。さすがは龍雲釈風神君、思慮深く、その上用意周到だわ。かしこまりました。後で順次送り届けます。はあ、一石二鳥の策を思いついて助かった。旅人、解凍祭の明かりと風景を見たのか聞くつもりなら、見ろ、この山の裏にリーウェ港がある。
高いところに登り、遠くを眺めれば、夜の帳のもと、徐々に舞い上がっていくタコの数々を目に収めることがで、これでいい。先日、お前をここに呼んだのは、やりたいことがあったからだ。共に、小刀を飛ばしてくれないか。ああ。作りが拙いところは、目をつぶってくれ。うん、お前ならそう言うと思っていた。では手を離すぞ。旅人、礼を言う。